パベル・マスラは、チェコスロバキア・ハビジョフ出身の陸上競技選手。専門は短距離走の400メートル。3度の室内世界チャンピオン。チェコが生んだ世界クラスのロングスプリンター。21歳だった2012年に、イスタンブール世界室内選手権で5位、ヨーロッパ選手権で優勝、ロンドンオリンピックで、 チェコ人初の44秒台をマークして、準決勝進出などの結果を残し、ヨーロッパ陸上競技連盟の男子、最優秀新人賞を受賞。翌年の2013年には、モスクワ世界選手権で5位に入った。また、室内のレースには、特に強く、世界室内選手権で3連覇、ヨーロッパ室内選手権で3連覇を達成している。 300メートルと500メートルの室内ヨーロッパ最高記録保持者でもある。チェコスロバキア東部の工業都市、ハビジョフに生まれる。父は元バスケットボール選手、母は元体操選手。最初に取り組んだスポーツは陸上競技。陸上競技がすぐ好きになったため、他のスポーツに取り組んだことはないという。20歳頃までは主に200メートルで活躍し、 2009年、ヨーロッパジュニア選手権で5位、2010年、世界ジュニア選手権で7位、2011年ヨーロッパ、U23 選手権で、銅メダル獲得、2011年テグ世界選手権で、準決勝進出などの結果を残した。その後、200メートルより400メートルの方が上を、狙えること、練習では400メートルを走っていたということもあり、 コーチと相談の結果4 0 0ルをメインにすることに決めた。2012年5月4 0 0ルで45秒31をマークし、1978年にカレル・コラールが樹立した45秒77のチェコ記録を大幅に塗り替えた。現在、マスラクはチェコ記録を44秒79まで塗り替えている。2012年6月ヨーロッパ選手権。 男子400メートルを45秒24で制し、この種目では、チェコ勢初のメダルとなる金メダルを獲得した。2012年8月、ロンドンオリンピック男子400メートル予選を44秒91のチェコ記録で通過し、チェコ人として初めて45秒の壁を破り、準決勝まで進出した。2012年9月、200メートルで20秒59をマークし、 2008年にジリ・ボージタクが樹立した20秒60のチェコ記録を塗り替えた。現在、マスラクはチェコ記録を20秒46まで塗り替えている。2012年10月、今シーズンの活躍が認められ、イギリスのアダム・ジェミリアフランスのジミー・ビコラを抑え、ヨーロッパ陸上競技連盟の男子、最優秀新人賞を受賞した。2013年3月、ヨーロッパ室内選手権。 男子400メートル決勝で45秒66の室内チェコ記録を受立し、大会前の自己ベスト46秒14を大幅に更新して優勝を飾った。この種目ではチェコ勢初のメダルとなった。2013年8月、モスクワ世界選手権男子400メートル準決勝を44秒84のチェコ記録で通過し、男子短距離種目で チェコ勢初のファイナリストとなった。決勝は1レーンながら2ラウンド連続の44秒台をマークするも、メダルには0秒39届かず5位に終わった。2014年2月、フランダース室内男子300メートルで32秒15をマークし、2010年にフランスのレスリー・ジョーヌが樹立した32秒47の室内ヨーロッパ最高記録を塗り替えた。 2014年2月、プラハ室内男子500メートルで1分00秒36をマークし、先月にイスラエルのドナルド・サンフォードが樹立した1分00秒86の室内ヨーロッパ最高記録を塗り替えた。2014年3月、ソポト世界室内選手権男子400メートル決勝で室内ヨーロッパ歴代2位の45秒24をマークし、 バハマのクリス・ブラウンやアメリカの海力レモンズラを抑えて優勝した。チェコは過去、オリンピックと世界選手権も含めたシニア世界大会の男子短距離種目でメダルを獲得したことがなく、チェコ史上初のメダルが金メダルという快挙となった。2014年5月、右ハムストリングスを負傷。このため2連覇がかかっていた8月の 中立ヒヨーロッパ選手権も出場できず、残りのシーズンを棒に振った。2015年3月、自国プラハでの開催となったヨーロッパ室内選手権、男子400メートル決勝において、2002年大会で、ポーランドのマレク・プワブゴが樹立した45秒39の大会記録を塗り替える45秒33で、2連覇を飾った。この種目では、フランスのデュエ・ヌラデージョ、 アイルランドのデイビッド・ギリックに次ぐ、史上3人目の2連覇達成となった。2016年3月、ポートランド世界室内選手権、男子400メートル決勝では、カタールのアブダレラ・ハルーンやトリニダード・トバゴのディオンレン、どれらを抑え、45秒44で2連覇を飾った。この種目では、アメリカのアントニオ・マッケー、クレナダのアレーン・フランシクに次ぐ、 史上3人目の2連覇達成であり、ヨーロッパ勢としては史上初の2連覇達成となった。2016年7月、ヨーロッパ選手権、男子400メートル決勝は45秒36の2位に、終わり、イギリスのマーティン・ルーニーに0秒07及ばず、2大会ぶり2度目の優勝を逃した。2017年3月、ヨーロッパ室内選手権、 男子400メートル決勝を45秒77で制し、この種目で史上初の3連覇を達成した。2018年3月、バーミンガム世界室内選手権、男子400メートル決勝では、当初1位に入った、スペインのオスカー・ヒューサローズと2位に入った、ドミニカ共和国のルグエリン・サントスが、レーン侵害で失格となったため、3位に入った、マスラクが1位となり、 この種目で史上初の3連覇を達成した。ドラゴンが幸運の象徴と信じているため、背中には大きなドラゴンの入れ墨を入れている。